中華人民共和国、通称中国は東アジアに位置する社会主義共和制国家。首都は北京市。中華人民共和国は中華民国統治下の中国で1921年7月に決闘された中国共産党がソビエト連邦の支援を受けながら国境合作、日中戦争、国境内戦を経て中華民国政府を 台湾島へ放築し、1949年10月1日に、某拓党中国共産党主席が、北京市天安門広場で、建国宣言を行ったことで成立した。政治体制は1949年10月の、建国以来中国共産党による、事実上の一党独裁体制。エコノミスト資産家の研究所エコノミストインテリジェンスユニットによる、 民主主義指数は世界153位という52であり独裁政治体制に分類されている。また国境なき記者団による世界報道自由度ランキングは下から4番目の177位に位置づけられており最も深刻な状況にある国の一つに分類されている。中国の人権状況について Human Rights Watch は 中国は以前として一党独裁国家であり、基本的人権を体系的に抑圧している、人権擁護の弁護士や活動家が、恣意的に拘留され、起訴されている、非政府組織、活動家、メディア、そしてインターネットに対する統制は、強化されていると報告している。2010年のリアキラのノーベル平和賞、受賞問題、2016年に政府が香港などで、 批判者を拉致して強制的に失踪させた事件。2020年の新型コロナ問題での人民の言論監視などに見られたように近年は言論統制や弾圧が一段と強化されている傾向がある。チベット問題やウイグル問題など少数民族に対する人権侵害問題も深刻で国際社会から有料されている。特にアメリカ政府、カナダの会員。 オランダの議会、イギリスの下院、リトアニア共和国議会などは、ウイグル人強制収容所などについて、ジェノサイド政策と認定している。2019年以降は一国に制度したの香港への統制を強めている。南沙諸島や台湾への軍備増強や威嚇行為が年々激しさを増している。大臣、中華民国の時代では、分裂や暴動、 他国との戦争での敗戦が続き、諸外国による間接的な支配が長年続いた。1978年以前までの中華人民共和国においても内乱と紛争、混乱が続いていため、経済や軍事が長期間低迷し、貧困が200年以上続いていた。1978年12月における改革開放の導入以来、 社会主義市場経済と称して、経済特区や沿岸解放都市などの設置を行い、社会主義経済体制からの根本的な転換を行った。その結果外資流入の勢いが増し、20年以上にわたって年平均9%以上の実質 GDP、成長率を達成し、2010年には GDP 規模で日本を追い抜いてアメリカ合衆国に次ぐ世界、 第2位の経済力を有する国となった。中国共産党中央委員会総書記習近平は2012年に中華民族の偉大なる復興を発表した。発展途上国に有利に出る購買力陛下では世界第1位であり、世界最大の輸出国と製造国、第2位の輸入国である。同国は経済、軍事、技術、外交、 ソフトパワーの影響力において世界の新興超大国とみなされている。しかし、経済発展に伴い経済格差の拡大、環境問題など各種の社会問題も深刻化している。エネルギー使用による二酸化炭素排出量は世界最大条約で規制されているフロンも中国では未だ大量放出されている。大気汚染は深刻で特に首都北京は 風次第でしばしばスモッグに覆われる。長江をはじめとする河川の水質汚染も深刻な状況にある。中国の環境問題については、中国の環境問題を参照。建国以来ソビエト連邦に並ぶ東側の大国として影響力を持ったが、ソ連でスターリン批判が起きると、スターリン主義の立場からソ連と仲違いし、中蘇対立が、 武力衝突にまで及ぶに至って1970年代以降はアメリカや日本など西側諸国に接近し日米と国交して台湾と断交させた。1971年10月に国連総会で中国代表権を認められて国際連合に加盟し追放された中華民国の公認として国際連合安全保障理事会常任理事国となった。 1989年6月に64天安門事件を起こして国際社会から強い非難を受けたが1991年12月のソ連崩壊後も共産党独裁体制維持に成功し全方位外交と称して1992年には米中日中国交後も台湾との関係を維持していたイスラエルや韓国に接近して国交を樹立し 台湾と断交させた。その後も、台湾と国交を結ぶ国に対して様々な圧力をかけることで中国との国交、台湾との断交を促し、台湾を孤立化させる外交を推進している。現在の中国は、多数の公式及び、非公式の多国間機構に加盟しており、WTO、APEC、BRICS、 上海協力機構、ブシム、G20 がこれに該当する。中国はアジアの地域大国であり、多数の解説者により潜在的な超大国として特徴付けられてきた。しかし、習近平体制になってから、戦狼外交と呼ばれる高戦的で強硬な外交姿勢を強めており、国際社会との摩擦が目立ってきている。また、 香港問題やウイグル問題などの人権問題をめぐる国際的批判が強まっている。1964年10月に最初の核実験を実施しており、核拡散防止条約により核兵器の保有を認められた5つの公式核保有国の一つとなった。21世紀以降は急速な軍拡が行われ、アジアでは最大の世界ではアメリカに次ぐ。 軍事支出を行う軍事大国となっている。その軍隊である中国人民解放軍の兵力は200万人を超えると見られており、世界最大人数の常備軍である。軍事大国としてアジア周辺諸国に対するプレゼンスも強めており、尖閣諸島をめぐって日本と南沙軍島をめぐってはフィリピンやベトナムなどとの間に緊張関係を作り出している。 南シナ海、台湾海峡及び東、シナ海を当面の目標にした海軍力増強、台湾に対するミサイル体制強化など、中国の軍事膨張に対する国際社会、とりわけアメリカの警戒感は根強い。人口は世界最大の約14億人であり、うち90%以上を漢族が占める。他にモンゴル族、チベット族、ウイグル族、朝鮮族、 満州族、海族、チワン族、ミャホ族、ヤオ族など55の少数民族が存在する。言語は、漢語が大部分を占め、北京語が共通語であるが、各地域では、数多くの方言と少数民族の言語が併用されている。宗教は、イスラム教やキリスト教、チベット仏教などが少数存在するが、政府により制限が課されている。 特に近年では政府が宗教の中国化の方針を掲げ、あらゆる宗教への国家統制を強化している。公式には23の省、5つの自治区、4つの直轄市と2つの特別行政区から構成され、総面積は約960万平方キロメートルで世界第3位、人口は14億人以上で世界最多。 世界で最も隣国が多い国である。計測方法によるが陸地面積では世界第2位とされ、総面積では世界第3位または第4位である。同国の地形は乾燥した北の森林ステップ、ゴビ砂漠、タクラマカン砂漠から多湿な南の亜熱帯の森林まで広大かつ多様である。ヒマラヤ山脈、カラコルム山脈、パミール高原。 天山山脈により、同国は南及び中央アジアから切り離されている。長さ世界第3位の長江及び、同世界第6位の黄河は、チベット高原から、人口密度の高い東の沿岸地域に流れ、古代には、黄河文明や長江文明を起こしてきた。同国の太平洋に沿った、海岸線は1 4 5 0 0トルの長さで、渤海、黄海、東。 シナ海、南シナ海に囲まれている。同国の国土は、22小休行政区、5自治区、北京市、天津市、上海市、重慶市の4直轄市、大部分が、自治的な香港、マカオの2特別行政区によって構成されている。なお2017年7月現在、中華人民共和国の世界遺産はイタリアに次いで52県、ある。国内には、 文化遺産が22件、自然遺産が4件、複合遺産が4件存在する。現在の公式国名は中華人民、共和国発音である。一般には中国あるいは中華と呼称される。中国という言葉は、紀元前6世紀の諸教、司教で、すでに記述されており、中華帝国以前の時代には花夏族を強いと。 区別するため、文化的概念として頻繁に用いられた。その後、中華帝国の変遷とともに様々な古文書で用いられる。中国の意味も変化していったが、近代的な主権国家全体の名称として用いられるようになったは19世紀半ばからである。中国と同義で用いられる品は。島は帝国主義のイメージと結びついて。中華人民共和国では。 部別的な故障と認識されているが、その原型が古くから、陰謀語族の諸国で用いられてきたために、派生型が多く残っている。例えば英名のチャイナは、サンスクリット語のチーナを由来とするペルシア語のチーンが、由来と考えられる。チャイナという言葉は、ポルトガルの探検家ドワルテ、バルボーザの日誌において1516年に、初めて記録された。 1555年、同日誌はイングランドにおいて翻訳及び出版された。17世紀に、マルティノ・マルティニにより提唱された伝統的理論では、チーナは州において、中国最西,西の国である、チンが由来である。また、チーナはマハーバーラタ及び、マヌホーテンを含む初期のヒンドゥー教の聖典において、用いられていた。中国の国名をめぐっては、 中華人民共和国の前に中国大陸を統治した中華民国との間で圧力がある。1971年10月のアルバニア決議以降、中華人民共和国が中国の議席及び関連する地位を獲得し、中国は徐々に国際社会において中華人民共和国を指すようになった。このか、日中関係、中華大使のように中も 花も中華人民共和国の略称として用いられている現状がある。台湾海峡を挟んで、2つの中国が分断する現況から、中華人民共和国は、台湾地区に対応する場合は、中国大陸と呼ばれることがある。中華人民共和国政府は、台湾地区からは、大陸当局、北京当局、北京、または、中共とも呼ばれる。 中華民国憲法では大陸地区とされる。古代から続く中国の歴史は中華人民共和国のあり方を文化面から規定している。このことは中華人民共和国憲法全文でも言及されている。文化は生活を意味し国民生活は経済的裏付けをもって成り立つ。憲法全文は革命的伝統も強調している。 国境内戦も含め革命は政治的断絶を意味する。中華民国からの連続は経済を中心として理解される。1840年から1949年の中国では外資が中国の近代化を推進した。19世紀末には香港上海銀行やロキヨシ銀行、インドシナ銀行といった欧州資本が進出してきたが、 20世紀に入ると文庫解放政策によってアメリカ資本も参入してきた。このアメリカ資本とは、例えば第一次世界大戦中に寄中してきた JP モルガンのフランク・バンダー・リップであり、または世界大戦直後に中国人向けの保険を初めて販売した AAU である。一方の中国側も蒋介石政権が 対米関係を重視して4大家族がアメリカ政府へのロビー活動を働きかけ、米中関係は政治、経済面でより親密なものとなっていった。このようなアメリカとの経済的な結びつきは、米中国交樹立後の改革開放政策で再び強まった。国境内戦の結果にも触れておく。 中華人民共和国が樹立された時点で、小介析率いる中華民国政府は未だ、中国大陸の河南三省と西南部三省の多数の地域を統治していた。だが、中国人民解放軍の構成によって1949年12月に、国民党は新中中であった台湾に逃れ、人民解放軍は、翌1950年5月までに、福建省、 石膏省の一部当初を除く中国大陸と海南島を制圧した。ただし、台湾に政府機能を移転した中華民国政府は1950年以降も台湾国民政府として存続し、台湾とその他当初からなる地域は2021年現在に至るまで中華民国政府の実行支配下にある。中華人民共和国とは政治が独立している。 1949年、天安門にて、中華人民共和国の建国を宣言する、毛沢東毛沢東時代の中華人民共和国は、社会の共産主義化を推進した。中華人民共和国の建国後、毛沢東は、毛沢東思想に基づき、中国共産党を軸にした、世界革命路線を推進した。ソビエト連邦と、中華民国間で締結された。 中蘇友好同盟条約によって、ソ連が中華民国から卒着していた、旅順港、大連港、南満州鉄道について、1950年の中蘇友好同盟総合援助条約と同日締結した協定により、中華人民共和国へ編入。1952年には、朝鮮戦争に参戦し、韓国軍とアメリカ軍を主体とする国連軍を阻止した。 1954年9月の第一期全国人民代表大会において、ソ連のスターリン憲法を反とする中華人民共和国憲法を採択し、それまでの人民民主統一戦線体制の共同考慮ではなく一党独裁制へ移行した。このような力は必ずしも政治だけのものではなかった。三端五端運動が体制を浄化することに、 成功したことも忘れてはならない。中華人民共和国は、毛沢東の指導の下で大躍進政策と核開発を行った。1959年のチベット放棄を鎮圧し、1962年にはインドと武力衝突した。1949年の中華人民共和国成立後、高祖一辺倒の下で、中ソ両国は、 友好関係を保っていたが、1956年のフルシチョフ第一書記によるスターリン批判後、西側諸国との平和共存路線を図るソ連と自由主義世界との妥協を拒否する中華人民共和国との間で中蘇対立が生じ、中国を支持したエンベルホッジャが指導するアルバニアと共にソ連から世界の共産主義運動の主導権を奪おうとし、 1969年には、両国の国境地帯に位置した、沈鳳島、ダマンスキー島をめぐって、中祖国境紛争が勃発した。また、内政では、大躍進政策の失敗によって失脚していた、毛沢東が、1966年より、経済の立て直しをめぐる対立から、プロレタリア文化大革命を発動し、官僚化した中国共産党を打倒しようと呼びかけた。 毛沢東の訴えに、後衛兵が抗応したため、造反有利、革命無罪の孤高のもと、宗教関係者などの、反革命派と目された人々の多くが、吊るし上げや殺害を受け、国内は、内乱状態となった。内モンゴルの先住民族に対しては内モンゴル、人民革命等粛清事件などの粛清を行った。外交では1971年の第26回、 国際連合総会にて採択されたアルバニア決議の結果、それまで国際連合常任理事国だった中華民国に代わって国連安全保障理事会常任理事国となった。また、ソ連との関係では中蘇対立が継続していたため、1972年2月21日のリチャード・ニクソン大統領訪中を契機にソビエトと、 対立するアメリカ合衆国との関係が緩和され、同年9月29日には、日本の田中閣営首相と日中国交正常化を果たし、ソ連の影響から離れて、資本主義諸国との関係を改善した。以後、西側諸国から経済支援を受け、国際社会に強い影響力を持つことに成功した。1974年には、南シナ海に侵攻し、 当時の南ベトナム支配下の政策諸島を占領した。文化大革命は1976年の毛沢東の死と共に終結した。その後、二つのすべてを掲げた、下国法が、毛沢東の後を継いだが、1978年12月の第11期三中全会で、東昌平が実権を掌握した。1978年より始まると、 昭平時代以降の中華人民共和国は、当昌平理論に基づいて、政治体制は中国共産党による一党体制を堅持しつつも、市場経済導入などの改革開放政策を取り、中華人民共和国の近代化を進めた。中祖対立の文脈の中で、1978年12月に、カンボジアベトナム戦争によって、 カンプチア旧国民族統一戦線とベトナム人民軍が民主カンプチアに侵攻し1979年に1月に中国が支援するカンボジアのポルポト政権を打倒すると1979年2月には親中派の民主カンプチアを打倒した新祖派のベトナムに侵攻したその後もソ連派のベトナムとの関係は悪く1984年には 再び、ベトナムと中越国境紛争を戦い、1988年に、ベトナム支配下のジョンソン南省を制圧した。1980年代以来の経済の改革開放の進展により、世界の工場と呼ばれるほど経済が急成長した。一方、急激な経済成長とともに、貧富さの拡大や、環境破壊が問題となっている。また政府は、 中華人民共和国の分裂を促すような動きや共産党の一党体制を維持する上で脅威となる動きに対しては強硬な姿勢を取り続けている。1989年の64天安門事件での対応などはその一例である。当時のソビエト連邦ではミハイル・ゴルバチョフ書記長によるペレストロイカにより経済の自由化のみならず、 政治の自由化まで推し進められようとされていたが、当昌平の自由化は、経済に限定されていた。1985年に、ゴルバチョフが北京を訪れた際、世界はゴルバチョフを称賛するとともに、当昌平の改革開放路線を中途半端なものとして批判した。この空気は、国内にもくすぶり、共産党員の中にも、政治開放が、 必要との声も上がるほどであったが、その延長線上で民主化要求の大規模な政治運動である64天安門事件が起こる。なお、フランス留学歴のある、当昌平は、宝玉号を通じて、香港上海銀行と関係していた。天安門事件から江沢民が台頭した。1992年、それまで、 従業員と企業が保険料を社会統括基金に全額上納していた年金制度を改め上納先に個人口座が加えられた。1998年に投資信託制度が開始された。2001年に国内の資産運用会社は社会保障基金の運用管理業務を認められた。2002年、中国は的確海外機関投資家に対して上海、 新鮮市場での英株売買を認めた。2003年3月頃から中華人民共和国関東省を起点する重症急性呼吸器症候群の大流行の兆しを見せ始めた。2005年、資産運用会社は企業年金の運用管理業を認められた。2006年、的確海外機関投資家の国内、証券市場投資がルール化された。 2007から8年、資産運用会社は、投資運用管理業務と、一般法人投資顧問業を認められた。2009年、的確海外機関投資家のトップ10は、首位から、UBS、シティグループ、フォルティスグループ、クレディスイス、日光アセットマネジメント、ドイツ銀行、モルガン・スタンレー、HSBC、野村証券、ING グループである。 全部で85機関が認定されており、アビバのような保険会社も含まれている。中国の人口、すなわち年金市場は国家支配を脱却したまでは良かったが、的確海外機関投資家を含む資産運用会社が大衆貯蓄をシャドーバンキングシステムに振り向ける構造へ変わった。人口の高齢化は企業の抱える年金債務を増やしたので、 官民挙げて一人っ子政策を緩和し保険料収入の増加に努めている。2012年11月15日、習近平が中国共産党中央委員会総書記中央軍事委員会主席に選ばれた。この時中国は大きな不正会計事件で世界の注目を浴びていた。1月に破綻したチャイナメディカルテクノロジーズは2004年に ケイマン諸島で発足するも中国を拠点として先端技術により対外診断用医療機器を開発、製造、販売する企業であり会社と CEO は株主から集団訴訟を提起された会長の決まった11月生産人が香港警察と FBI に不服を申し立て会社の発行した株と社債で募集された4億ドルが行方不明になっており また、CEO の妻が相当長くをカジノへ費やしたことを主張した。2013年、日本人の関心は、東南アジアから中国の沿岸地域で発生する PM2.5 に向けられていた。もっとも、専門家は、シャドーバンキングシステムの急激な伸長を観測していた。先の不正会計事件は、世界金融機器時の状況まで遡って調べられた。 2014年、シャドーバンキングシステムに頼らないで済む、よう地方自治体が再建を発行できるようになった。2017年9月、中国科学院参加のレジェンドコンセルンは、ルクセンブルクの BIL 銀行を買収した。老舗銀行の売り主は、カタール王族らの投資機関、プレシジョンキャピタルであった。11月10日、中国当局は、外国企業が、 国内の証券会社と資産運用会社の過半数株式を保有することを認めると発表した。外資の出資比率の上限を現在の49%から51%に引き上げ、3年後に上限を撤廃する予定だ。商業銀行に対する外資出資比率も上限を廃止する。2018年3月30日のロイター報道によると、KPMG が チャイナメディカルテクノロジーズの不正会計事件をめぐり、香港交際で苦戦している。9月4日の国内メディア報道によると、政府は、地方債を銀行が全額購入できるよう規制を緩和した。シャドーバンキングを封じるための地方債は、結局レポ取引で活用されることになったのである。2019年には、サーズコロナウイルス2が武漢市で発生し、 世界中で流行することになった。中国の地形を示す合成衛星画像中華、人民共和国は、アジア大陸の東部、太平洋の西海岸に位置し、国土は963万4057、経平方メートルとロシアとカナダに次ぐ面積であり、世界第三の大きさである。領土は、北は、爆外北の国旅港の中軸線から、南は、 南沙諸島の一部まで。東は、国立港と薄ー川の合流する地点から、西は、パミール高原まで広がっている。主要河川として、黄河や長江があり、それぞれ黄が文明、長江文明を育んだ自然の恵みでもある。陸地の国境線は22,800キロで、東は朝鮮民主主義人民共和国、北はモンゴル、北東はロシア、北西は、 カザフスタン、キルギスタン、タジキスタン、西と南西は、アフガニスタン、パキスタン、インド、ネパール、ブータン、南は、ミャンマー、ラオス、ベトナムと接している。なお、インドとの間では、アルナーチャルプラデーシュ州,州、アクサイチンの領有権をめぐって、国境が確定していない。東部と東南部は、韓国、日本、フィリピン、ブルネー、マレーシア、 インドネシアと海を挟んで接している。海岸線は約1万8000キロで、中国大陸の東部は、北海、黄海、東、シナ海に、南部は、南シナ海に望んでいる。海域には5400の島が点在する。これらの当初では、南沙諸島や西沙諸島、台湾地区、尖閣諸島の領有権を主張しており、 その一部はすでに実行支配している。中国の交通は運河と回路を長大な歴史にわたり活用し発展してきた。中国は現代史の一定期間だけ自転車天国だったかもしれないが中国全体の交通事情をそのように想像するのは大きな誤解となる。中華人民共和国の鉄道の一部は列強による 中国分割の途中に付設されたものがある。国有化されても影響は残るものである。それはロシアの鉄道にフランス資本が注入されたケースに共通する。中国にもフランス資本は直接間接に導入された。自動車道も鉄道沿線に網を張った。中国の国道は経済格差を反映し東部で密に整備されている。 中華人民共和国の高速道路は、外資がなだれ込んだ2003年から整備が進んだ。中国地理大区中国では、政府の行政区分を地理に基づいて大別した、中国地理大区が用いられており、現行の地理大区は、中国全土を、東北、河北、河東、中南、西南、西北の6つに区分している。中華民国時代には、中国本土、 河北、河中と河南に区分し、熱化省以外の南万州を、東北、内蒙古と、外、蒙古、熱化省を、西北、チベットと新疆を、西部に区分していた。しかし、中華人民共和国になって、地域の区分が変わり、河中、河南が、地理大区としては用いられなくなった。国土の形はその形から、鶏の形と例えられている。 民国期のチベットは、アムド地方を抑える馬一族の海賊政権、カム地方の東部を抑えるリューフミテル政権、中央チベットを抑えるガンデンポタンなどが拡挙する状況であった。マホ・カオルは、人民解放軍に追われて1949年8月に、地盤の寒縮、青海を放棄し、重慶、香港経由で、サウジアラビアに亡命、リューフミテルは、 建国後の1949年12月に中華人民共和国に投稿した。1950年に中国政府は人民解放軍を中央チベットに向けて派兵、チャムド戦役を経て同年中にカム地方西部を制圧。翌1951年、残るウーツァン地方も制圧、岩ンポタンとの間に、いわゆる17カ条協定を締結。 この協定のもと、ガンデンポタンは、チベット地方政府と位置づけられた。この協定では、チベットには、改革を強制しないと規定されていたが、チベットの外部に設置された青海省、甘粛省の関南州、四川省のガパ州、四川省の関西州、雲南省のデチェン州などでは、民主改革と呼ばれる。 土地制度をはじめとする各種の社会制度改革が1955年より開始された。世襲の領主制、一部名簿化による大規模な土地所有、牧畜群所有などに対する改革は民衆の歓迎を受けたが、人員財産に手がつけられるに及び中国統治への反感は一挙に高まり、1956年よりアムド地方、カム地方における、 一斉放棄が始まった。この放棄により、中国の統治機構は一時的に青海省その他のチベット東部地方各地から一掃されたが、中国人民解放軍による反撃が直ちに開始され、チベット東部地方の旧指導層や民衆は難民となって岩田ポタンの下でまだ平穏を保っていたチベットに逃げ込んだ。1959年に、 ノードセイ川に反発したチベット人貴族、僧侶、ノードセイ川が放棄した。しかし、中国軍の強力な反撃により弾圧され、ダライラマ14世は多数の元貴族と共にインドへ脱出して亡命政府を樹立した。現在ダライラマ率いるチベット亡命政府が中国共産党に対してチベットの独立を要求している。 2008年3月14日には、チベット自治区ラサで、中国政府に対する僧侶を含む、多数の一般市民の抗議行動が激化し、中心部の商店街から、出火、武装警察などが鎮圧にあたり多数の死傷者が出た。チベット亡命政府によると確認されただけで、死者は少なくとも80人はいると発表された。それと同時に、 世界各国の中国大使館前でも中国政府への抗議活動が繰り広げられた。アメリカのバラク・オバマ大統領はチベット仏教の最高指導者の一つであるダライラマ14世と4回にわたって会談を行っており、2016年6月15日には中国外務省がチベットの分離独立を後押しするダライラマ14世の主張に正当性を与えかねないとして、 アメリカ政府を厳しく批判した。6月26日には、レディ・ガダが、ダライ・ラマ14世と意見交換をし、中国政府は不快感を表明した。新疆ウイグル自治区の分離、独立を目指す組織勢力が、国内外に多数存在しており、アメリカで、東トルキスタン亡命政府を樹立するなど活動を行っている。2009年ウイグル総乱では、 約200人の住民が殺害された。ウイグル独立団体の主張によると、2014年7月に発生した暴動でもウイグル人が大量に殺害されている当局は、情報統制を敷いており、事件の真相は不明だが、当局側は59人の射殺を認めている。2015年12月1日には、政府系メディアなどが、大ウイグル人政策で、 批判的記事を書いた外国人記者に対して個人攻撃を行ったことについて中国外国人記者会が深い懸念を表明した12月26日にはこの外国人記者が国外退去処分となった2015年7月9日大政府が中国からの保護を求めて2014年3月に入国した300人以上のウイグル人のうち 約100人を中国に強制送還したことが国際問題となった。保護を求めたウイグル人はタイやマレーシアなどを経由してトルコへ渡ることを目指しており、国連はタイ政府の対応を非難。亡命したウイグル人が多く暮らすトルコではイスタンブールで抗議デモが発生した。またアメリカ政府は中国に対して国際的な人権基準に基づいて 適切に対応するよう求めると牽制した。また、エジプトでもウイグル人の中国への強制送還が合い、次出ることも問題となっている。2016年末から職業訓練と称してウイグル人の強制収容所を設置するようになり、衛星写真で確認できる限りでは年々収容所の規模が大きくなっている。 2018年時に収容者数は89万人以上という内部データもある。2021年1月にアメリカ政府は中国のウイグル政策についてジェノサイド政策と認定した。これに続いてカナダの会員とオランダの議会がそれぞれ2021年2月に中国のウイグル政策をジェノサイドと認める非拘束性の同義を可決した。 2021年4月にイギリスの会員はジェノサイドと認定する決議を可決した。2021年5月、リトアニア共和国議会もジェノサイドと認定する決議を可決した。中華人民共和国は憲法全文で孫文が指揮する侵害革命と中華民国創立の意義は認めつつ、中華民国が帝国主義と、 封建主義に反対する任務を達成できなかったために中国の諸民族人民を率いる中国共産党が新民主主義革命によって官僚資本主義の支配を覆し同国を建国したとしているそのため同国は中国旧来の政治的実態である中華民国が1955年以降も引き続き残存している台湾も 中華人民共和国の神聖な領土の一部とみなし、台湾を実行支配下に置くことを、台湾の同胞を含む、全中国人民の神聖な責務であると、憲法全文で規定している。全国人民代表大会議事堂である、北京市の人民大会堂憲法より、上位の存在である、中国共産党と憲法をよりどころとするその、衛生政党以外の政党は認められておらず、 国民には決闘の自由がない。立法機関として全国人民代表大会が置かれ、行政機関として国務員が、司法機関として最高人民法院と最高人民検察院が存在する。法律上は全国人民代表大会に権限が集中する。この他に衛生政党や各団体、各界の代表なども参加する。 中国人民政治協商会議が存在するが、国政助言機関であって、法律の制定権などは持っていない。三権分立の相互抑制メカニズムは存在しない。実際には国政を動かすのは、中国共産党であり、共産党の最高指導集団である、中央政治局常務委員会が権力を掌握する構造となっている。実験は、 中国共産党中央委員会総書記が握っていた中華人民共和国主席の権限は儀礼的、名誉的なもので彼らの権力の源泉は支配政党である共産党の総書記職であった。最近では放置を重視する政策のもと一定の役割を果たすようになってきている。習近平総書記と李克強総理2017年10月現在の 最高指導グループである、第19期の中国共産党、中央政治局常務委員は、以下の通り、習近平序列第1位中国共産党総書記、国家主席、中央軍事委員会主席李克強序列、第2位国務院総理国理選書序列第3位、前人代常務委員長、大広氏序列第4位、政教全国委員会主席を小安氏序列第5位と、 中央初期どころ初期長学義は引く、序列第6位等中央規律検査委員会初期。反ただし序列第7位国務院副総理、王岐山序列第8位国家副主席中国の国際金融中心香港1997年にイギリス統治から返還された香港、1999年にポルトガル統治から返還されたマカオは、一国二制度の元、 特別行政区として高度な自治権を有する。香港基本法により、高度な自治、独自の行政、経済及び法制度を持ち、本土の法律は一部を除いて適用されない。間接選挙であるが、行政長官選挙が行われ、立法会では一部議員を直接選挙で選出している。さらに、参加資格を主権国家に限定していない。 国際組織への加盟や国際会議への参加も可能である。2017年現在、中華人民共和国の行政区分は22の省、5つの自治区、4つの直轄市、及び2つの特別行政区からなる。中国政府は地方政府独自の旗を禁止しており、特別行政区の香港、マカオを除き独自の旗を持っていない。 正治地区直轄市特別行政区中華、人民共和国の、各行政区分の1、警察、毛沢東の肖像画が掲げられた、天安門における、中国人民武装警察部隊員情報機関、中国人民解放軍軍副主席、虚尊脇副主席、バリマタキャン中華人民共和国憲法によれば、形式的には、国家中央軍事委員会は中国人民解放軍、 中国人民武装警察部隊、中国民兵など、全国の武力を指導するとある。しかし現実は、中国共産党の党中央軍事委員会がほぼ、国家中央軍事委員会のメンバーを兼ねており、実質的には、中国共産党の指導のもと、軍、警察を支配しており、中国共産党参加の軍隊となっている。軍隊近代化のため、兵力20万人削減を、 2015年9月3日の中国人民抗日戦争世界反ファシズム戦争勝利70周年記念式典で習近平闘争書記が表明し総兵力は約150万人となったチャイナネットによれば中華人民共和国には兵役制度が存在しており選抜徴兵制と呼ばれている青年らは何らかの形で武装警察あるいは 現役の正規軍に任務につき、任務後は民兵の任務につくことが可能である。こうした準軍事組織は150万人の武装警察、600万人の民兵があり、削減された解放軍兵士の受け皿にもなっている。また、中華人民共和国は核兵器を保有している。ストックホルム国際平和研究所の統計によると、2008年度の 中華人民共和国の軍事費は、カワセレートベースで849億ドルで、アメリカ合衆国に次いで、世界で2位であり、1999年から2008年の10年間で194%増加した。中華人民共和国の軍事費の増加を、アメリカ合衆国が非難をしており、中華人民共和国は、中国の国防は、 防御的なものであるし、今までの歴史に他国を侵略したこともないと、派遣目的ではないと反論している。中華人民共和国は、湾岸戦争、アフガニスタン戦争、イラク戦争などで、アメリカ合衆国軍の軍事兵器や軍事システムや、戦闘スタイルの革新による軍事的成果に影響されて、軍事兵器や軍事システムや戦闘スタイルの革新に力を入れている。 軍備近代化を印象づける出来事として2007年1月18日、中華人民共和国が過去に打ち上げ廃棄処分となっていた人工衛星を弾道ミサイルによって破壊する実験を行い成功した。この実験に対しアメリカ航空宇宙局は宇宙開発への危険性はないもののスペースデブリが発生するこの手の実験に関する懸念を表明した。 2007年2月21日には国際連合の宇宙空間平和利用委員会で宇宙空間での人工衛星破壊を禁止する法案が採択された。2011年までの中国国防白書には中国はいついかなる状況下であっても核兵器を先制的に使用しないと核保有国で唯一核の先制不使用を表明していたが2013年から 記述が削除された中華人民共和国の外交関係一致ラインズ。緑色で塗られた諸国は中華人民共和国と国交を有し、赤色で塗られた諸国とは国交を有してない。黄土色で塗られた地域は係争地。中華人民共和国の国際関係において特筆すべきことは、同国政府が中華民国政府と同時に自らを 中国の正当な政府であると主張している点である。中華人民共和国は、冷戦構造の下建国当初は、完全に東側陣営に組み込まれていた。しかし、1956年のスターリン批判後の中祖対立で決裂した。1968年のプラハの春における、ソ連の軍事介入を、社会帝国主義と批判し、 同じく共産圏でソ連と距離を取るルーマニアやユーゴスラビア、北朝鮮、アルバニアなどとの関係を深めた。この頃の中華人民共和国はアジアアフリカ会議や非同盟運動に関わるなど第三世界と連携しており、人民戦争理論など第三世界の左派に与えた影響は大きい。東側諸国や第三世界の支持も集めた。 国際連合総会におけるアルバニア決議によって国連安保理の常任理事国となって中華民国を国連から追放させることに成功しさらにアルバニア決議に反対した日米にも接近して1972年のニクソン大統領の中国訪問と日中共同声明採択によってアメリカ合衆国と日本をはじめとする西側諸国との関係の回復を果たした また、三つの世界論を掲げて、冷戦下における西側諸国と東側諸国との微妙なバランスを取りつつ、中国を代表する正当な政府は、中華民国ではなく、中華人民共和国であるとする一つの中国政策を東側だけでなく、西側諸国の多くに確認させることも成功を収めた。1978年から始まる。 改革開放路線以降、経済面での資本主義諸国との関係も強め、2001年には、世界貿易機関にも加盟した。冷戦終結後は、北、大西洋条約機構に対抗してロシア、中央アジア諸国と連携を強化し、また、東南アジア諸国とも、アセアン自由貿易地域で FTA を締結。かつては戦火を交えた大韓民国やさらには、 中華民国とも FTA を締結するなど、経済活動を絡めた積極的な地域外交を展開している。韓国とともに、同じアセアンプラス3でもある日本に対しては、胡近島政権は対日新志向を打ち出した。区分としては開発途上国に含まれるため、 国際会議等で開発途上国の代表と表現されることはあるも G7 なのでは中華人民共和国は G7 なの支持国を辞任してるため公式声明や国連の決議文書などでグループ 77& チャイナを使用してきたまた開発途上国であることを理由に日本などの先進国から長年にわたり膨大な開発援助を受けているが一方で 他のさらに貧しい国に対して国際的影響力を確保することを目的として開発援助を行っている。例えばアフリカ連合本部は中国政府の全額負担で建設された。急速な経済成長を遂げ中国人民解放軍の軍備拡張を続ける中華人民共和国に対して周辺諸国やアメリカは警戒感を持ちまた人権問題 両岸問題、国境問題など、中華人民共和国の国際関係は、緊張をはらむ側面もある。BBC ワールドサービスや、ピューリサーチセンターや、ユーロバロメーターが定期的に実施している、世界各国を対象とした、対他国感情に関する調査によれば、調査対象国における対中、対中国人感情は、否定的な回答を示しており、中国は、 世界に対して悪影響を与えていると評価されている。中でも人権意識が強い欧米諸国はチベット問題やウイグル問題や香港問題の影響から中国に対する悪感情が形成されており中国を否定的に捉える回答が多い傾向にある。さらに2020年にパンデミックとなった新型コロナウイルス感染症が主要因となり 中華人民共和国国家安全部のシンクタンクである現代国際関係研究員は、反中感情が天安門事件以来の高まりとなっていると結論づけており、アメリカ合衆国、カナダ、オーストラリア、欧州連合などの欧米諸国に限らず、軽装地域で死者の出る衝突が起きた、インド、韓国、日本、南シナ海問題を抱える。 東南アジア諸国連合関係国などのアジア諸国を含む国際社会での反中感情は過去最悪となっている。2020年にシンガポールのシンクタンクであるイジーズ・ユソフ・イサーク研究所がアセアン諸国の政府高官、学者、専門家など1300人を対象に実施した調査によるとアセアン諸国では 中国の政治、経済的影響力への警戒感が広がっており、中国に不信感があるという割合は、2019年の52%弱から2020年には60%強に上昇し、また40%近くが、中国は現状の秩序をぶち壊そうとする勢力で、東南アジアを自らの影響権に入れようとしているとの認識を示した。 イジーズ・ユソフ・イサーク研究所は中国の著しい、そしてなお増大し続けている影響力に対する地域の懸念は中国による強大なパワーの使い方に不透明感があるからだとして中国の対等が平和的ではないとの懸念を高めていると指摘しており特に中国に対する不信感は南シナ海問題で中国と争っているベトナムとフィリピンで際立っている 2021年5月、習近平総書記は、自信を示すだけでなく謙虚で、信頼され、愛され、尊敬される、中国のイメージづくりに、努力しなければいけないと語り、外国から、愛される、中国のイメージづくりを支持し、中国共産党が、組織的に取り組み、予算を増やし、地中的、親中的な国際世論の拡大を実現する。 要対外情報発信の強化を図るよう訴えた。これは近年の中国外交は批判に対して攻撃的に反論する戦狼外交を展開してきたが戦狼外交は中国内では支持を得ているが国際社会では反中感情を高めており高圧的な対外発信で中国の好感度が下がっていることへの反省があると見られる。中国は アメリカ合衆国を最大の諜報活動の対象としているとみられ、国家安全省のほかに中国共産党や中国人民解放軍、国有企業もその活動に加わることがある。アメリカ合衆国政府の国家情報会議のジョエル・ブレナー専門官は、米国を標的として活動する140カ国ほどの諜報機関でも中国が最も活発と述べた。また、 中国のスパイ活動研究の権威として知られるデイビッド・ワイズは軍事面でも超大国を目指す中国はアメリカ合衆国を追い越すために軍事機密を標的にしていると指摘し近年では F-35 戦闘機の機密や核弾頭の軽量化技術を奪取したと述べた。また2005年7月中国人民解放軍のシュシゲトラ少将は米国が 台湾海峡での武力紛争に介入し、中国を攻撃した場合、中国は対米核攻撃に踏み切る用意があると発言した。2015年5月、中国が南沙諸島で建設中の人工島を米偵察機が偵察した。この事件をめぐって、両国は2001年4月に米中両軍機が南シナ海上空で衝突して、以来の緊張状態となった。 アメリカ合衆国政府は、スプラトリー諸島の12海里以内に米軍機を侵入させる可能性を表明しており、中国外務省は言動を慎むよう求める。私たちは、関係地域に対する監視を密にし、必要に応じて適切な措置を取ると反発した。なお、7月末に、マレーシア航空370便墜落事故の残骸の一部が発見された。 以前はパナマは台湾と外交関係があり、中国とは国交がなかったが、中国はアメリカ合衆国の裏庭とも言われるカリブ海に出ることを念頭に国交を樹立し、パナマ最大のマルゲリータ投降を99年咀嚼する契約を交わした。トランプ政権後期頃から米中関係が本格的に悪化し始め、アメリカの対中姿勢の効果は、 公認のバイデン政権にも引き継がれ、2021年3月にバイデン大統領は、米中関係を21世紀における民主主義と専制主義の戦いと定義づけた。両岸とは、台湾海峡を挟んだ中国本土と台湾の海岸を指しており、そこから両岸関係は、台湾を実行支配する中華民国と、 中華人民共和国との関係を指す言葉となっている。1946年から激化した国境内戦に勝利した中国共産党が1949年に中華人民共和国を中国に建国。同年中に国民政府は日本が領有権を放棄した後に実行支配した台湾に移った。それ以来中華人民共和国は中華民国と 中国における政党政府の座をめぐって対立し、両国境に互いの統治する地域の支配権を主張して譲らなかった。国境内戦の延長で1954年に台湾解放宣言を出し、第一次台湾海峡危機と金門砲戦を起こしたが武力による台湾占領には至らなかった。中華人民共和国政府は国際連合における 中国代表権を求めて諸外国に外交的に働きかけたほか中華民国政府が実行統治している台湾を中華人民共和国の領土とみなして領有権を主張し台湾解放の名のもとに金門島への砲撃をたびたび行ったその後冷戦下におけるアメリカとソ連の間の対立やソ連と中華人民共和国の対立の激化などの 政治バランスの変化に伴い、中華民国が国連の中国代表権を喪失して国際的に孤立し、中華人民共和国も改革、開放を推進するようになると、中華人民共和国政府は一国二制度といった統一の枠組みの提案や三通政策といった恩恵的な統一政策を通じて両岸関係の改善を図った。 1992年には、両国政府関係者が、一国教識各辞表、術の統一原則を確認するまでに至った。だが、1990年代に入ると、中華民国では、離島期中華民国総統による政治体制の民主化が進められ、それに伴い、中華民国では、中華民国とは別個の、台湾という国家を作り上げる台湾独立運動が、 活発化し始めた。このような動きに対し、中華人民共和国は、総統選挙における、大独派候補者の当選阻止を目指して、軍事演習で威嚇するなど強硬姿勢を取った。しかし、いずれの選挙においても阻止するには至らなかった。このことを教訓としてか、2005年3月14日には、中華人民共和国で、反国家分裂法が成立した。 この法律は中華人民共和国による中華民国の武力併合に法的根拠を与えることを名目とする。こうした経緯で今日の中華民国と中華人民共和国の関係は台湾問題として東アジア地域の不安定要素と見る見方も一部で存在する。中華民国にも代読に反対する中国派の人々が存在している。 こうした動きにおいては、中国国民党が有力な存在である。国民党党首、連戦は、2005年4月26日から5月3日に、かけて中華人民共和国を訪問、共産党党首、胡錦党と60年ぶりの国境首脳会談を実施した。2010年に台湾との間で、両岸経済協力枠組み協議が締結されたが、 サービス貿易協定は4年後批准を拒まれた。2010年代に入ると一つの中国による台湾問題の解決を革新的利益の一つと規定するようになり、基本的には92教式の合意に基づいた平和的な中国統一を目指しているが、一方で中国人民解放軍の武力による台湾制圧の可能性も指摘されている。 中華民国海軍の元軍艦長で軍事評論家の呂霊氏は中華人民共和国の習近平総書記は自身のレガシーのためにも台湾統一にこだわると分析している。日中関係史は古代からのものであるが現在の日本国と中華人民共和国の外交は1972年9月29日の日中共同声明に始まる。 その後両国は1978年8月12日日中平和友好条約を締結した。日本国と中華人民共和国はサンフランシスコ平和条約に署名していないため日中平和友好条約が両国にとっての初めての条約締結となる。両岸関係がシレーンの安否に関わる。中国産食品の安全性は 輸入量と工術の環境汚染と関係して問題となる。中華人民共和国及び近隣諸国間の領土問題を示した地図インドとブータンを除く12カ国とは陸上国境の確定が完了しているものの当初部をめぐっては中国の海洋進出に伴い領土問題を複数抱えている。世界銀行の統計によると二0十八年時点での 中国の GDP は13兆8948.2億ドルであり、アメリカに次ぐ世界第2位である。2014年は IMF、世銀 CIA によると、購買力陛下換算でアメリカを超えて世界最大の GDP となり、2015年には購買力陛下で欧州連合を超えて世界初の20兆ドル以上の GDP に達した国となった。 一方、2017年時点で一人当たりの GDP は購買力平価換算で世界平均に近い16,676ドルであり、カワセレートベースでは同じブリックスのブラジルやロシアと大差ないものになってきている。億万長者は568人で中流層は約1億900万人といずれも世界最多だが、 ついたち2ドル未満で暮らす貧困層は1億人前後と推計されており、世界銀行によって発展途上国に分類されている。人民元改革の時証券化で生じた過剰流動性が中国版シャドーバンキングシステムと呼べるような金融系統を発達させた。そして実際の資金運用が不動産や株式といった。 金融資産の市場価格を乱高下させたり、財源を中央政府に独占された自治体をして償還の目途が立たない地方債を発行させたり、福祉制度の破綻を救わずに宇宙産業や通信産業を進行したりしている。これら市場の混乱、地方債リスク、傾斜した産業構造といった社会問題は、預金を国外へ流出させたり、あるいは、 国外証券を買わせたりしており、国際経済に影響を出している。人民間の経済格差は深刻であり、C によると2019年時点での辞任係数は0.465となっており、アメリカや日本などを大きく上回っている。1990年から2013年までの1、人当たりの購買力陛下 GDP による中国、及び主要新興国。 中国の急速な経済成長が顕著である国家成立後1970年代中半までの経済は大躍進政策の失敗や文化大革命によって立ち遅れていた。農業を施行した社会主義経済の非効率性も経済発展の障害となっていた。このため、当昌平の主導によって1978年に 改革開放政策が採用され、社会主義市場経済の導入、国営企業の民営化や不採算企業の閉鎖、人民公社の廃止と生産責任制の実施、外資導入など、経済政策の方針を市場経済原理による資本主義体制を大幅に取り入れたものに転換した。その結果、1980年代以降の経済は、経済特区を中心として、 長年にわたり成長を持続している。特に香港へ人材が流出し、また経済格差も広がった。これを象徴するのが、八村ソンワンポアの流星であった。それまで中国人民銀行によるモノバンク体制であった。中国は1984年に4大商業銀行体制を形式上整備した。依然として国有銀行だったので、融資は 中国共産党の計算で行われ、不良債権を積み上げた。これを交際市場の解放につなげるため、中央と地方の税収を開けた。すると歳入に占める、中央政府と全自治体の割合がほぼ半々になった。この比率は現在まで維持されている。そしてこの改革以降は、自治体が歳出の8割以上を負担している。 地方債は公認の有無に関係なく発行された。現在もそれは変わらない。闇での発行は、シャドーバンキングによっていた。21世紀に入ると、他に、経済成長の著しいブラジル、ロシア、インド、南アフリカとともに、ゴールドマンサックスからブリックスと呼ばれた。2010年の GDP 成長率は3年ぶりに2桁増の10.3%となり、世界、 第2位の経済大国となった。それまで極東の債券市場が日米欧金融機関の結集により整備されてきたが2015年アジアインフラ投資銀行発足につながった。建国以来中国の金融機関は中国人民銀行だけであって仕事も間接金融が主流であった。その本店が支店に対して強制的な指標を提示して地方ごとに また業界ごとに貸し出し額、貸し出し先、預金等をコントロールしていた。1965から1971年に中国はモーリタニア、イエメン、カナダ、赤道ギニア、イタリア、エチオピア、チリ、ナイジェリア、クウェート、カメルウーン、サンマリのオーストリアと国交を樹立し国際連合加盟も果たした。翌年には日中共同声明を発した。 世界の機関投資家は当時の中国史に刻まれない高みから外堀を埋めていったのである。このような時文化大革命が社会保険制度を破壊した。1969年財政省が国営企業財務管理制度における改革意見書を公表し、国営企業における社会保険給付を一律停止して企業が保険費用を負担するようになった。 企業間で社会保険の支給格差が生じた。もはや中国人民銀行だけでは資金受給の変化に対応しきれなくなった。そこで1979年に金融制度改革がスタートした。まずは同行に集中されていた各種金融機能が専門銀行に分割された。中国人民銀行の支配対象が不労だけとなり、 その分校は決められたフローの範囲内で間接金融を担った。1979年は合賃企業が社債発行を認められた。民間では闇で株式類事証書による直接金融も行われた。1981年政府米等の購入が響き48億6600万元の赤字国債を発行した。12月に 中国投資銀行が新設された。これを通じて世銀などから借款を受けた。1983年、銀行に利潤流補制度が導入された。1985年、各専門銀行が貸付計画の中に組み込まれ、そこで節約された貸付額の穴埋めとして、専門銀行間の銀行間取引市場が整備された。 1988年、オーバーローンを廃して、代わりに、政策金利設定や、公開市場操作といった方法が取られるようになった。貸付けを渋ったせいで、景気低迷が起こった。それまで中国の証券業は、純粋に発行市場だけであったが、不強化で、資本調達を可能とするため、流通市場が育成されていった。 1990年までに発行国債は604億元に達したが、それは半ば強制的に消化されていた。財政部からトップダウンで各自治体の企業に割り当て、各企業が社員の給料から転引きして購入させていたのである。上海市、陸各千葉市の金融街における上海証券取引所。2011年時点で、 上海市の GDP は、総計30億4千万米ドルで、世界、第25位の都市である1991年11月、中国人民銀行は、上海真空電子部品株式会社が、外国人向けの人民元特殊株式を発行する、ことを初めて認め、これが翌年1月に発行された。額面総額は一億元で、そのうちントは、 三分会、ソロモンブラザーズ、スイス銀行コーポレーションが国外で販売することになった。売買、利子、売却益の計算は、US ドルで行われた。1992年後半から、中国経済は加熱したので、10月に、国務院証券管理委員会が設置された。1993年4月、米国証券取引委員会が、 アメリカの機関投資家に対して B 株式への直接投資を許可した。同年の中国では株式上場が多く相応の資金が吸収された。同年中国人民銀行が全支店を直轄し金融引き締めを断行した。1993年12月第8期全国人民代表大会常務委員会第5回会議で 中華人民共和国会社法が採択された。外国人投資家を保護するために闇株を駆逐することになったのである。もっとも国の受験する投資機構が保有する株式は違う法律または行政法規で制限された。1994年初頭の調査によると全国371社の株式会社を対象とした株式保有状況は 国家株が33.8%、法人家株が45.2%、個人株が19.4%、外資株が1.6%であった。1993年9月には、財政部が300億円のユーロ円債を発行していた。1994年1月1日から20、為替相場制が一本化され、4月に全国的な 為替スワップ市場が上海にオープンした。同年の US ドル売買口は520億ドルであった。1995年2月末時点で308会員があり、22軍士がオンライン接続した。3月からは日本円の取引ができるようになった。香港返還までに当地の経済はダイナミズムを示した。まず本土企業が 香港企業を買収し上場させるという仮格上司あるいは裏口上場が進んだ。1992年7月、海二次集団が香港で上場した。これをはじめとして、本土企業が次々と香港で上場するようになった。これは中国証券監督管理委員会と香港証券取引所との合意によるものである。 1993年7月にチンタオビールが H 株上場第1号となった。翌月には広船国際、11月には馬安山皇鉄が一時で上場した。2時の上場予定は王子で武漢皇鉄中国南方航空、加納国際電力、大東国際発電等。このような中国化と並行し、脱英国化が進んだ。 ジャーディン・マセソンの系列企業5社は基幹化防営措置が、証券先物取引委員会に認められなかったので、香港上場を廃止した。さらに、第二上場先をシンガポールに切り替えた。香港上海銀行は、ロンドンへ移転した。この脱イギリス化に並行して、US ドル連動化も進んだ。前説の上海真空電子部品株が一例となるが、 香港の場合1994年 1US ドルイコール7.8香港ドルでリンクしていた。香港の中国化、脱英化、US ドル連動化は総合すると機関化である。安い人件費と膨大な人口を背景にした潜在消費需要を当て込んだ外資が中国に投入された。機関化された中国産業は 安い人件費を強みとして安価な製品輸出を拡大した。中国は世界の工場と呼ばれるようになった。世界貿易機関の発表によれば2003年の対中直接投資は535億ドルとなりアメリカを抜いて実質的に世界最大の直接投資受入国となった。輸出については FTA i 国の日本、韓国、東南アジア諸国、 アメリカなどへの輸出拡大が目覚ましく、大幅な貿易黒字を記録している。一方で内陸の貧困が放置されており、個人消費の割合が20世紀から低いままである。このことが、投資効率性低下や資源浪費、環境破壊そして過剰貯蓄を通じて、貿易摩擦につながっている。2006年に入ってからは、個人消費と内需による、 経済成長を図る方針へ転換した。しかしこれは外資の計算だったのである。3年後に労働力が不足するなどという楽観的観測もなされた。世界金融危機が起こると理由をつけて資本が逃避するのであった。それがチャイナリスクであった。著名な例では他国籍企業のグーグルが中国のネット検閲を理由に撤退した。外資だけでなく 国有企業に対する民間の活力が小さいという産業構造の問題もある。香港返還の前後に政府は銀行の基本的なルールや規制を作った。銀行業の商業化をさらに進め、1997年から不良債権処理にも取り組み始めた。1998年、政府は4大商業銀行の不良債権比率を32%としていたが、 実際は50%近いと見られていた。政府は、同年、四大商業銀行に合計2700億元の公的資金を投入した。1999年には四大銀行の不良債権のうち1.4兆元分を不良債権の管理会社に移した。2003年以降は、コーポレートガバナンスが見直され、銀行システムが再構築された。 同年末、中国銀行と中国建設銀行に外貨準備を活用して合計450億ドルを注入し、健全化を促した。政府は2000年頃から西部大開発や新港東北老工業基地を重点政策とし、これら高発地域の開発に乗り出した。 しかし、沿海部と内陸部との格差は解消されず、依然として内陸部よりも沿海部の方が、経済成長率が高く、格差は拡大している。古今東は、格差の解消を政策目標の一つに掲げたが、目に見える成果を出せなかった。2003年4月シティグループが、上海歩島発展銀行と、戦略提携。2004年、HSBC が、 交通銀行に出資した。2005年3月、ING グループが北京銀行へ2.15億ドルを出資、19.9%を支配した。同年6月16日、バイカメが中国建設銀行株を9%取得すると発表。同年7月21日より中国は管理フロート制と通貨バスケット制を採用した。 同年8月18日、ロイヤルバンク・オブ・スコットランド、メリル・リンチ、リカ世紀金が中国銀行に31億ドルを出資することが明らかとなった。同年10月17日、ドイツ銀行がオッペンハイムと共同で、主公集団から花夏銀行株2.7億ユーロを買い入れた。同年から政府は中国建設銀行などを香港市場に上場させた。 2006年1月27日、ゴールドマンサックス、アリアンツ、アメリカンエキスプレスが中国交渉銀行へ出資して、やはり10%を支配することとなった。同年10月、モルガン・スタンレイが南通銀行を買収したことを発表した。それまで、南通銀行は、関東省の主会市を地盤とする中国銀行の完全子会社であった。 2007年8月インテーザ・サンパオロが、山東省の沈下を市商業銀行に1.35億ドルを、出資して19.9%を支配した。イタリア資本で初めて中国の銀行へ、資本参加した。変化は、河南事情や、金融制度にとどまらなかった。この頃、内モンゴル自治区のバヤンオボーコークと、電解精錬にレアアースの生産元が絞られていった。 そして2006年に政府が資源保護計画を発表した。世界金融危機は突然に起こったのではなく、HSBC は2003年に買収したハウスホールドのサブプライムローン関連ビジネスの不振を知っていた。証券の暴落が見えている時、アフリカの地下資源に目が行くのは当然であった。しかし、この HSBC を含め、 中国経済は機関化される側であったので、アフリカに直接投資ができるほどに立場が強いわけではなかった。中国は機関化に対して、気前よく人民元を払い続けたので、2004年末に外貨準備口は6000億 US ドルを突破した。中国の為替介入は2005年だけで1000億ドルに迫る勢いで増えた外貨準備を米国債へ向けているが、実は、 国際決済銀行が通常業務として運用している。そして保有する外貨準備は US ドルだけでなかった。2007年中国国家開発銀行がバークレーズへ24億ユーロを出資した。中国国家開発銀行はバークレーズが ABN アムロ銀行を買収することができた場合に 先の出資額を最大で98億ユーロまで拡大することを約束した。バークレーズは帝国主義の時代からアフリカでのビジネスに強かったので、出資により開発銀行のアフリカ進出にバークレーズから便宜を図ってもらおうという腹であった。2007年10月25日、中国交渉銀行はスタンダードチャータード銀行株を20%も取得し、 役員を派遣し、業務提携を進めた。この目的は、開発銀行がバークレーズへ出資したのと全く同じである。こういうのは、出資方向と関係なく、主導権は、外資が握っているのである。その証拠に、中国民生銀行は、サンフランシスコの UC 部を、破綻時に買収しようとして、連邦準備制度から断られた。2008年、 中国銀行はエドモンドロスチャイルド銀行へ20%資本参加すると発表した。2009年9月、中国交渉銀行はタイの ACL 銀行の株式公開買い付けを実施すると発表した。ACL はバンコクを拠点とする中堅銀行だが大株主にバンコク銀行やタイ財務省がいる。交渉銀行は 万国銀行から19.3%を買い入れることで合意し、さらに全株取得を目指していた。交渉銀行は、アッセアン地域での金融業務展開を狙っていた。人民元改革は、海外機関投資家の巨額取引による人民元高である。これを受けた為替介入で、外貨準備は増加した。それが特別目的事業体で証券化されて、具体的には、 海外機関投資家の人民元を借りるときの担保になって公共事業等に用いられた。世界金融危機の2008年7月以降は 1US ドルイコール6.83人民元あたりへ実質的に固定した。2008から2009年で国有商業銀行の貸出し残高は4.6倍となった。これを借りて商業銀行は投資銀行化した。 有価証券投資は同期間に5.3倍となった。欧州通貨で期間化された国内産業は資金と為替の両面から保護された。その一方で為替介入へ回る人民元は尽きていった。2010年6月19日、中国人民銀行が為替レートの弾力性を高めると発表した。再び人民元高を加速させたのである。以下は、 資産インフレと為替相場のもたらした惨状である。習近平総書記率いる、新指導部が発足したばかりの2012年11月、中国で最も貧しい省の一つ、奇襲省筆節市で炭で暖を取ろうとした、少年5人が一酸化中毒によりゴミ箱で死亡した、事件は、急速な経済成長により、数億円のマンションを一棟買いするような富裕層が、 出現した一方で農村部の国民が貧困にあえいでいるという格差社会の象徴と言われた。河南等では大気や土壌における環境問題が深刻化している。そのため国務院は環境保護部を設立してさらなる環境問題への取り組みに乗り出している。2013年初頭からは通称 PM2.5 と呼ばれる深刻な大気汚染が 中国国内のみならず、日本にも影響を及ぼす事態となっている。中国の水供給と衛生状態も決して良くなかったが、先の大気汚染をきっかけに調査が進み、水銀の垂れ流しが日本側で指摘されるようになった。2014年、アリババグループがロスチャイルドを財務アドバイザーに起用して、ニューヨーク証券取引所に上場した。その準備段階で、 フィデリティ・インベストメンツを自社の金融仲介に参加させ、ファンドマネージャーに不当な利益をもたらした問題をロイターが大きく報じた。この投資会社は米大統領とも関係しており、米中の緊密な政治経済関係を表現した。中国は原子力発電を推進しているが、作業員の質などの問題が存在する。インフラ輸出拡大を念頭に、 イギリスなどとの原子力分野での協力を進めている。日本でも安倍晋三首相がイギリスとの提携を公言している。世界金融危機での4兆元もの巨額の景気対策や不動産バブルもあり、2015年から不良債権が前年比で50%増のペースで急増しており、国際通貨基金の発表によると230兆円に達している。そこで、 政府はデレバレッジを進めてきたが複合企業の海港集団は影響を受けて2017年頃から資金繰りを悪化させておりドイツ銀行の大株主となるなど国際展開により状況の打開を試み幹部の王権を派遣先フランスの事故で失ってしまった2008年1月1日から法人税は国内企業と 外資企業の基本法人税率が共に25%に統一された。税制は国際化されたのである。国税には、関税、消費税、国営企業の企業所得税などがあり、地方税は、営業税、地方企業の企業所得税などがある。資源税や証券員資税から構成される、国、地方共通税は、国と地方で税収が75%。 25%に配分される。この配分比は1994年の分税制改革による。地方財政の急防は地方債の乱発、ひいてはシャドーバンキングシステムの輸入へつながっていた。主な間接税には消費税、増値税、営業税の3種類がある。消費税は特定の嗜好品や贅沢品にのみ向上出荷時か。 輸入時に一度だけ品目によって3%から45%が課税され、その後の流通段階では、あらゆる商品と、駅務提供に対して、増地税が、基本税率17%が適用されて、各流通段階で課税される。各流通段階ではインボイスにあたる、増地税専用領収書によって、それまでの増地税額が控除を受けることで、 それぞれの付加価値に対して課税されることになる。ただし、贅沢からは遠藤医、穀物、食用油、水道などの特定の品目への増地税,税には、低減税率13%が適用される。営業税は交通運送業、建設業、金融保険業、郵便電気通信業、文化体育業、サービス業、不動産販売業、 無形資産の譲渡に対して3%から5%、娯楽業は5%から20%の税率で、営業利益から規定額が控除された額に課税されていた。増地税は常に外税表示であり、消費税と営業税はその性質上、内税であるため、増地税が日本での消費税に相当すると理解できる。2016年5月1日、中国政府は、 国内景気の下支えと産業高度化のため、減税規模5000億元超の減税を行った。1994年の税制改正後、物には増地税、サービスには営業税を課してきたが、似た二つの税金が並立してわかりにくく、物とサービスの境目が曖昧であるため、2012年から増地税を課する対象を広げてきていた。 さらに2016年には増地税を課する対象に不動産、建設、サービスを加えて営業税を廃止した。不動産にあってはこれまで営業税3%の税率が増地税11%に変わり、金融にあっては営業税5%が増地税6%に変わる。しかし課税対象が売上からあらりに変わるため実質的な税負担は 減額となるこれまで、営業税は生産、流通、販売の各段階で売上げに課税され、取引回数が多いほど税負担が重くなり、外部取引より社内調達の方が有利になり、分業化や専門化を妨げていた。増地税は仕入れの税負担が控除されるため、外部の専門業者による高度なサービスを利用することを促し、 製造業の専門家などにつながる。香港は一国に制度が継続されており、基本的には返還以前の税制が維持されて、中国本土側の税制とは異なっている。ただし、本土、香港の実体経済が無差別、不可分に機関化されている。2018年に入ってから、中国国際市場で、ありともえともえ集団の言えばを説いた、国際機関投資家は、 国内移民に代わって主なマージナルプレイヤーとなっている。世界的に国債が不足し国際的にレポ市場が冷やがっており、投資家だけでなくブニーメロンのような生産銀行も中国へ市場を求めている。調整3倍とロケット発射の様子1970年代以降から活発に調整ロケットシリーズを開発していたが、その後の開発は 順調に進み、2003年には、有人宇宙船、新州5号によって、用都市中佐を乗せ、初の有人宇宙飛行を行った。2008年の新州7号では3人の宇宙飛行士を乗せて、ソ連、米国に続いて、世界で3番目、中国としては、初の宇宙空間での船外作業を行った。今後の動向として、月面探査プロジェクト、浄化計画や、 2020年の宇宙ステーション計画等がある。現在中国は自力で宇宙開発技術を向上させている。成果は中国における携帯電話サービスが充実したことに現れている。日本の国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構では中国の宇宙開発を国家の経済発展と国民の 生活水準向上に貢献することを主要な目的とする実益重視型と評価している。地方政府の役人の腐敗や職権の乱用が多いことが問題となっている。地方政府の対応に不満を持った農民や労働者は中央政府へ訴え出たり、場合によっては暴動を起こしたりしており、大きな社会問題となっている。また、政府交換でも、 汚職を行った者に対しては、死刑が適用、執行されており、2000年には、生活欠が、収賄罪で、2007年には、停止の湯が、収賄罪で、それぞれ死刑が執行されている。改革開放が進んで、以降の中国ではアメリカに勝るとも劣らない、背筋主義、物質主義が進行しているという指摘が多くある。例えば、 大規模な工場を建設する際に、周囲の住民の意見には聞く耳も持たず、金にならないというだけで工場の存在から出るリスクを無視しているケースが散見される。また、食品製造では、安全性よりコストを優先するがゆえに無視し、危険な食品であっても生産するケースもある。また、多国籍企業の下請けになっている、中国企業では、 従業員を過酷な労働環境をかつ安い賃金で使い、末端従業員の過労死、過労自殺を引き起こしている。そういったことを本来取り締まるべきなのは政府役人だが、金によって腐敗しているものも少なくない。こうした問題の深刻な実態は2010年代に入って以降、国内外の調査団体や有志の調査により表面化しつつある。 中華人民共和国の司法に関してはいくつかの問題が内外から指摘されている。控訴する権利は与えられてはいるものの実際に控訴で逆転できるパターンはわずかである。テロの首謀者から汚職といった他人に暴力を振るったり、生命の危機に直面させない罪などでも死刑判決即執行に該当する。人権擁護団体アムネスティ・インターナショナルでの 報告によると、2004年で、全世界で執行された、死刑囚の数の9割以上が、中華人民共和国であり、同団体に、非難されている。特に地方の人民法院の裁判官について、質に難があるという指摘がある。賄賂を要求することも多く、断ったら会社の設備を破壊され、営業不能となった上、欧州品を勝手に他社に渡す、といった事例まである。 2013年8月には、上海市高級人民法院の裁判官3名が、集団買取にした容疑で、懲戒免職処分になった事件が起こっている。2015年12月、中国のグローバル企業であるまた保守集団の会長で、支配株主でもある、各広政が、当局から身柄を拘束された。中国では、党幹部や政府交換、 国営企業のトップなど広範囲で取り締まりが強化されており、12月下旬には言論の自由を擁護する活動家である弁護士も有罪判決を受けた。中国では食品の安全性の悪さが大きな社会問題になっている。2010年広州市にて、関東語によるメディア現地語化支持者の抗議運動中華人民共和国では報道は 新華社通信、人民日報、環球時報、中国中央電子代、新聞連覇などの報道機関が世界的に知られている。改革開放以後は、新聞はタブロイドが爆発的に増え、テレビは地方局が多数開設された。そのため、中国共産党の喉じた、御用報道機関である、上記の四大報道機関の影響力は相対的に低下している。 一方、新興報道機関は、中小多数で熾烈な報道合戦を展開している。そのため、大衆の好奇心を刺激する論評で大衆の関心の高い事柄を報道するが、そのうち政府への批判的な報道は、当局から、正頓と呼ばれる修正を命じられることが多い。そのため、上と下を見つつ報道していると言われる。中国政府は、 検閲での情報操作を行っている。共産党、政府に対して、マイナスと認識した報道を規制している。2015年9月3日の中国人民、抗日戦争、世界反ファシズム戦争勝利70周年、記念式典において、国際刑事裁判所から虐殺などの疑いで、逮捕状が出ている、スーダン大統領のオマルアルバシールが招待される、こともあった。 中国の憲法には第33条に国家は人権を尊重し保障すると書き込まれている。64天安門事件に対して国際世論の風当たりが強まったことから2004年に付け加えられた。第37条には公民の人身の自由は審判を受けないともある。国境なき記者団による世界報道自由度ランキングでは 180カ国中177位にランク付けされている。中国国内ではインターネット上のウェブページで反政府や同盟国の北朝鮮を中傷するページを閉鎖または回線を切断させたりしていることが多い。2004年11月には検閲されていない違法なインターネットカフェ1600点余りを摘発し、さらにはネット上で政府を非難する。 自国人を逮捕し、メールの文章も検閲内容として規制されている。ヤフーなどのアメリカ企業も政府の検閲に協力している。こうした企業に対しては、国際的に多くの人々が中華人民共和国国内での言論の自由を奪っていると非難している。こうしたネット文化の進展に伴い、中華人民共和国政府はネット規制システム、 グレートファイアウォールをバージョンアップさせた。豪遊など検閲、規制を回避するためのシステムも一部で配布されていると見られている。中国は環境問題が最も深刻な国である。中国のエネルギー使用による二酸化炭素排出量は世界の3割を占め、世界最大の CO2 排出国になっている。 オゾン層を破壊するとして、モントリオール議定書で全廃されている。はずのフロンも、中国では未だに大量放出されているのが、確認されている。大気汚染は深刻であり、特に首都北京は、風が止まってしまうと、PM2.5 などの汚染物質が飛んでいかなくなり、しばしばスモッグに覆われる。長江の水質汚染が深刻な状況にあり、漁獲量も激減しているため、 2020年12月1日には10年間勤労になり30万人の失業者が出る見通しとなった。2018年時点で北京や上海で公立教師は平均的に月給6000元で内陸部はその半分以下である。そのため2018年4月から5月末にかけて内陸部の先生省、湖南省、安岐省などで 教師待遇の地域格差、未払い賃金を理由に、教師たちのデモがあったが鎮圧された。中国では、都市と農村の格差が依然として問題であり、景気停滞によって、地方政府の財政難が背景にあって、賃上げに対応できない理由がある。中国の出身地差別は大きく分けて3つ。都市在住者から、農村在住者。 省内出身者から省外出身者、首都出身者から、その他地域の出身者への差別である。中国青年法社会調査センターの最近の調査によると、回答者の30%が、自分の生活圏には何らかの出身地差別があると回答している。2009年の中華人民共和国の人口密度を示す地図、西部の内陸部と比較し、 東部の沿岸部の省は人口密度が高い。1949年から2008年の中国の人口最大の民族集団は、漢族で人口の92%を占め、その他の55の少数民族が残りの8%を占める。少数民族の中では、チワン族、マン族、海族、ミャホ族、ウイグル族、イ族、モンゴル族、チベット族、 遺族族朝鮮族が比較的大きな民族集団である中華人民共和国では、漢族だけでなく、これらの中華人民共和国国内に居住する少数、民族を含む全ての民族を中華民族と規定し、中華民族は一体であるという意味合いを持たせている。中華人民共和国の民族の分類は、中華人民共和国政府が実施する。 民族識別工作によって決定される。また、未識別民族も存在している。中国中央政府の成立後、急激な人口増加が進んだことにより、食料問題、エネルギー問題などが発生した。人口増加に危機感を抱いた政府は、対策として1979年から一人っ子政策を実施し、出生率の統制による人口抑制を展開した結果、 人口増加率は低下した。しかし一方で、戸籍上は子供を一人しか持たないようにするため、出産しても届け出を行わないことによって黒返しと呼ばれる戸籍を持たない子供が激増したり、貧乏な農家の子供たちが人身売買のバイヤー経由で裕福な家庭に売られるなど、新たな問題が発生した。また、統計上では総人口は約13億人であるが、 黒返しや、盲民と言われる、フロー民の存在のため、潜在的な人口は15億人を超えているとも、言われる。清水美和は、10年ごとに行われている、中華人民共和国国勢調査は、2000年に、実施した中華人民共和国、第5回国勢調査では13億人と発表したが、実際は15億人だったという。そして、 2010年に実施した中華人民共和国第6回国勢調査では実際は17億人だったが15億,億人として発表するのではないかと述べている2011年2月28日国家統計局は13億4100万人と発表した急激な出産制限は全人口に占める若年層の割合を低下させたそのため少子高齢化が 問題になると指摘されている。その状況に対し、政府は2015年に行った第18期後、中前会で一人っ子政策を廃止し、二人っ子政策に移行。2021年には三人までに緩和された。2019年度中国の人口は14億に達する見込みである。その後も、 増加傾向が見られるが2050年頃再び14億終わる見込みである。2019年1月3日、中国社会科学院は人口の予想を発表した。それによれば、中国の人口は2027年にもピークを迎えた後、減少に入り、2065年には11億7200万人まで落ち込むと発表している。また、中国の人口統計は、 1990年代から正確性に疑問があり大幅に水増しされているという研究がある。ウィスコンシン大学マディソン校の人工学者である駅と見たかは2018年時点で中国は出生数が死亡数を下回る人口減少時代に入ったという研究を発表している。駅の研究によれば2018年中国の出生数は 前年より250万人減少し、死者数は1158万人で、総人口は127万人減少しているという。北京大学のイケル県の研究では、中国の人口は13億を超えておらず、2017年の12億8130万人をピークに減少しているという。また、2018年の出生数は、 国家統計局発表の1523万人に対し国家衛生健康委員会の年間では1362万人と公式な統計でも調査機関によって差がある。農民広告内では沿岸部など経済発展の著しい地域と内陸部の発展に取り残された地域との格差が拡大しているため沿岸の都市部に出稼ぎするために流入する農民が 増え、その数は2020年時点で2億8560万人。2020年の農民校の平均月収は4072元である。1990年の中国と台湾の民族言語グループを示す地図来た中国の言語に代表される北方語を基礎として若干の改定を加えた普通話を標準語としている。同じ中国語であっても、クレ語。 越語語などの異なる言語があり、かけ離れているため、北京語を理解できないものも多かった。しかし、建国以来の教育及び放送等の普及により2020年時点で、普通語の普及率は8割ほどに上昇した。なお、イギリスの植民地であった香港では、北京語とともに、関東語及び英語も、公用語となっている。実際現在も北京語を使用するものは少なく、 その上に1990年代初頭頃までは大陸から移住したものを除いては北京語のできるものはほとんどいなかった。1997年の主権返還をきっかけに北京語熱が高まっている。またマカオでは関東語の他にポルトガル語も使われる。チベット族、ウイグル族などの各少数民族はそれぞれの固有の言語も使用しているが公用語は 北京語である。政府は、少数民族の言語を尊重する姿勢を示しながら、中学校以上の高等教育は原則として、少数民族の言語は使用せず、北京語のみで教育を行うことや、ウイグル族に対しては子供を、官民族地域に居住させて、北京語で教育することなどにより、北京語を普及させる政策をとっている。 中国において一流大学のうちの一つである北京市の聖火大学香港特区の香港中文大学義務教育機関は9年間で一般に小学6年と日本の中学校にあたる初級中学3年からなる高等学校にあたる高級中学は3年学年は9月に始まるまた2006年6月から 先生賞暮れ期間で12年義務教育が実施し、2007年には、関東省の主会医師、新選手でも実施し始まった。また、2010年10月17日には、復州のスクをはじめとして12年義務教育を本格的に実行させ、2012年には、内モンゴル自治区では12年義務教育がすでに全自治区範囲内に普及された。それ以外は、 先生賞のように13年義務教育を実行している地域もある。義務教育の期間は、市、区によって異なっている。高等教育に関しては、2016年時点で、中国の大学進学率は42.7%に達し、過去最高を記録した。中国の学問の中心の一つとして国内外に名を知られる国家重点大学に、北京大学がある。 現在では、聖火大学が、国内のトップ大学であるとする評価が定着しており、北京大学は2番目の位置づけとなっている。聖火大学は、主要既然総理、胡錦濤等総書記、習近平党総書記の出身校でもあり、2万5000人の、学生が理学部、工学部、文学部、法学部、経済学部、経営管理学部、芸術学部などに学ぶ。 中国の国内において大学に関する985、校帝、211校庭副部級大学、国家重点学科など、コンセプトもよく使われる。中国の宗教、無宗教、仏教、キリスト教、道教、伝統崇拝または、民族信仰の宗拝イスラム教その他の、信仰国教はなく、主な宗教は、仏教、キリスト教、道教、イスラム教、儒教である。 宗教信者は、総計1億人余り、宗教活動場所8万5千箇所、宗教団体3000余りと言われる。欧米では、国民の多くは、宗教信者であるが、現在の中華人民共和国の宗教信者数の1億人余りは、総人口12億人に比して、非常に少ない。これは、中国大陸における宗教の歴史と、中国共産党政府による、 宗教弾圧の影響が大きい。特に2018年頃からは政府が宗教の中国化という方針を掲げるようになり、あらゆる宗教に対する国家統制を強めている。アメリカは自国の国際宗教自由委員会の調査に基づき、信教の自由の侵害度合いが強い国であるとして、独自に特に懸念される国に指定している。 国民の大半を占める漢族は、現世利益的である。同教は、漢族固有の宗教である。信者数の統計はなく、道具、同漢が1500余箇所、同師と道宗と目が2万5000余人と言われる。漢族は、複数の宗教の良いところを、それなりに信仰する傾向がある。改革開放以降、紅白産業と呼ばれる、漢婚葬祭業が、 飛躍的に発展した。仏教に関しては、仏教の寺院が一万三千四余箇所、相当には約二十万人と言われる。漢族仏教、チベット仏教、南仏教の三種類がある。漢民族仏教の信徒数の統計はない。チベット仏教の信徒数は、チベット族やモンゴル族などの九百万人、ラマ像、二層は約十二万人。 活物は1700余人、寺院は300余箇所。南仏教は、大族などの100万人、美久、長老は1万人近く、寺院が160余箇所と言われる。文化大革命の時期に徹底的な弾圧を受けた、チベット仏教はかなり復興したとはいえ、まだ最盛期にはほど遠く寺院数は10分の1以下に激減している。また、 現在も中華人民共和国政府によるチベット仏教への弾圧は続いており、総院には中華人民共和国当局の工作隊が駐在し、強制的に創や理想に政治的宗教的信念の愛国祭教育を行っている。1996年から1998年の間に中華人民共和国当局による 現代キャンペーンにより、約500名の僧侶が逮捕され、約1万人が葬籍を剥奪されたと言われる。2007年、中華人民共和国政府は輪廻転生を続けると、される、チベットの抗争が転生する際、政府の許可なしの転生は認めないことを決定した。儒教は、共産主義や猛沢東思想に、真っ向から敵対するものとして、 文化大革命時に徹底弾圧され、熊重力などの真珠家の名士が自殺に追い込まれるなど、徹底的に迫害され、宗教としては事実上絶滅した。しかし、孔子生誕2555周年となった2004年以降、毎年9月28日に、孔子の生誕を祝う祝典、孔子祭が国家行事として取り行われ、論語を積極的に、 学校授業に取り入れるようになるなど、儒教の再評価が進んでいる。また、中国政府が海外で運営する、孔子学院など、孔子の名を冠した施設も存在する。孔子の故郷の山東省の極府参考の古建築群は、ユネスコの世界遺産に登録されている。文化大革命期に破壊された、儒教関連の史跡及び施設も近年になって、 修復作業が急ピッチで行われている。また、北京オリンピックの開会式では、論語が取り上げられた。イスラム教は、海族、ウイグル族、カザフ族など主に少数民族の間で、信仰されている。信仰者数は1800万人、イマーム、アホンが4万4人。中華人民共和国のイスラム教徒はスンナ派に、属している。イスラム教は、 古代から中国にとり、経済と切り離せない存在である。キリスト教のうち、カトリック教会は1958年から本来、ローマ教皇だけに認められている主教、司祭ら聖職者任命を、中国共産党参加の中国天主教愛国会が任命することから、中国政府の統制下にあるため、聖座との国交は断絶している。プロテスタントは、は、 1> 約1000万人、聖職者が1万8000人をおり、教会道が1万2000箇所、簡素な宗教活動の場所が2万5000箇所ある。中国には、上記の他多数の地下教会信者がいるとされており、ブリタニカ国際年間の最新データによると、現代の中国のキリスト教徒は、当局の監督下にある国家公認教会信徒と、 地下教会神道合わせ9100から9750万人程度と記録されている。習近平政権になって以降、キリスト教への抑圧が強まっており、2016年2月には、石膏省でキリスト教教会の屋根に取り付けられた十字架を強制撤去したり、撤去に抗議する神道を相次ぎ拘束する事件が発生した。チベット地域では、 盆教も広く信仰されている。ただし、現在の盆教は、チベット仏教の体系を広く取り入れており、一見しただけでは、チベット仏教との区別がつきにくいが、マニシャを、反時計回りに回すなどの相違がある。民間信仰には、民衆道教、シャーマンシャーマニズム的信仰、アニミズム的信仰がある。またいくつかの新宗教が存在し、 1999年7月には、法輪校が天安門広場で信者の集団的焼身自殺事件を起こした。同教団は政府に邪教認定され、一切の活動を禁止された。伝統的な強撃の様子古典的な中国の建築様式を示す北京市の資金城、天津市における伝統料理である餃子、タオズ、鍋花書生として王義氏。 岩神経、北総の基層帝の名が挙げられる。漢から、唐の唐延命を代表とする、漢詩、李白、徒歩、白、虚偽を代表とする、唐詩、宋の、詩、元の、曲、民と清の、小説が存在する。新外革命後の20世紀前半には日本に留学した経験を持ち、故郷、秋晴伝狂人日記。 富士の先生で知られる露人が活躍した。また、毛沢東も、水心へん春、調査などの監視を残している。対人関係において、自己人、熟人、外人という独特の概念が中国にあり、日本では、中国人との国際結婚などで、トラブルになるケースが多い。ポルノの規制は厳しく、ポルノ雑誌の類は販売されておらず、インゴを使った、 官能小説のみ販売している。インターネットのポルノサイトも同様で、2007年に行った反ポルノキャンペーンで4万4000件のサイトを取り締まった。また、サイト運営者が終身刑になったケースもある。家庭用ゲーム機の販売も2000年から禁止されて、きたが2015年に完全に解禁され、ハードウェアでは、 ソニーインタラクティブエンターテインメントとマイクロソフト、ニンテンドーがある。家庭用ゲームソフトの販売もソフトウェアメーカーが検閲を受けた上で販売することになる。中国の人気ある伝統的スポーツのドラゴンボートレース。1995年に国家プロジェクト全民権未計画が打ち出されたことやスポーツの多様化に伴い中国のスポーツ市場は 数年で急激に拡大し、2005年には500億ドルに、競技人口は4億人にも達した。中でも卓球は、伝統的に強く、オリンピックの卓球競技では他国を寄せ付けない、メダル獲得数を誇っている。北米プロバスケットボールリーグ NBA に所属する、ヨアキラの活躍を受け、特にバスケットボールの人気が高まり、競技人口は3億人まで。 増加したと言われている。その他には、サッカー、バレーボール、バドミントン、体操、陸上競技、競泳、飛び込み競技、アーティスティックスイミング、柔道、テコンドー、トランポリン、フェンシング、射撃、重量上げ、ソフトボール、フィギュアスケート、ショートトラックスピードスケート、カーリング、エアリアルの人気も高い。近年では、 国内リーグが発足されて、ワールドベースボールクラシックにも参加している野球や、熊、浅田田を皮切りに、世界王者も誕生したボクシングも人気が高まりつつ、ある。2008年8月8日から8月24日にかけて、首都の北京で中国発の北京オリンピックが開催された。一方で、2022年には同じく北京で、 中国発の冬季オリンピックの開催も予定されている。これは、史上初の夏、冬のオリンピックの同一都市での開催となる。また、中国はパラリンピックにおいても常に、メダル獲得数をトップで独占するなど、強豪国の一つとなっている。主なプロリーグ。ありがとうございます。